アマチュアプロの両方の公式野球で延長試合の最長を記録した試合に出場した唯一の野球選手である愛知県出身中京商業学校に進学し野球部に入部この頃中京商野球部は戦前の全盛期を迎えていた野口は3年生で 正保守の座を獲得し、第10回から第12回選抜中等学校野球大会、第19回全国、中等学校優勝野球大会に出場した。このうち、第19回全国、中等学校優勝野球大会では、吉田正夫とのバッテリーで、夏の甲子園3連覇を達成した。特に準決勝における、赤石中との延長25回の死闘では、 吉田の336球を最後まで受け切った。明治大学に進学したが、1936年に、日本職業野球連盟の発足に伴い、結成された東京野球協会の選手として引き抜かれ、中退し、投手権保守の中心選手となった。4月29日の、第1回日本職業野球大会開幕戦の対、阪急戦に先発登板し、 勝利投手となった。1937年春のシーズンは19勝7敗の成績でチーム勝利数の6割以上を稼ぎ、同年秋は15勝で西村幸をビクトル・スタルヒンと並び最多勝利のタイトルに輝いた。1938年から1941年は平気に服し、1942年に 太陽軍に復帰し5月24日の対、名古屋戦で一塁手を務めプロ野球記録である延長28回を達成し、アマ、プロ両方で延長戦記録達成に出場した唯一の野球選手となった。この試合で太陽軍の先発投手として28回を一人で投げ切ったのは弟の野口二郎であった。その後は主に一塁手としてプレーした。 1943年シーズンでは、打点42で、青田昇とともに、最多打点のタイトルを獲得した。同年シーズン終了後に、太陽軍が改名した、西鉄軍が解散したため阪急に移籍した。阪急では、本格的に野手に転向したが、1948年に7試合だけ、登板している。1948年シーズン終了後に、 中日に移籍し、再び保守になった。1951年と1952年には、ベストナインに保守として選出された。1954年には、中日球団初の日本一に貢献した。1955年に、中日の選手兼任監督に就任したが、選手としてはこの年に2試合に出場したのみだった。 1956年シーズン終了後に引退、退団した。引退後は、中日球場にほど近い名古屋、岡白田市で、喫茶店、CN を開店していた。1996年10月5日に、肺がんのため死去。3から0島田商業、1から0広告商業、3から1共演商業、0から1明石中学11から0。 全林商業、3から2何和商業、2から0大正中学、1から0明志中学、2から1平安中学、10から2境で商業、3から4何和商業、5から1育英商業、3から7高陵中学。ありがとうございます。